どうも、キュウスケの会話です。おしゃしゃ、ランゲージ新参者最古さんだろというわけでですね、今回マズライビデオ仰天シリーズでございます。ひよしというわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわっ、うわっ、お久しぶりです。うわっ、久しぶりです。いやー、ミスター関、最近の若いやつ怒られる人今回の仰天シリーズは、世界には6900ぐらいあると言われる言語、しかしただ唯一男女で異なる言語を話す村がナイジェリアに存在する。というわけでですね、今回その男女言語が違う民族について触れていきたいと思います。同じコミュニティで一緒に育った男性と女性が異なる言語を話す、普通に考えると変な村が存在するのよ。女子会混ざれないの？混ざれねえよその村はナイジェリア南部の人口1万4000人の農村ウバン。男性と女性が共有する言葉も多くあるけども、性別によって全く異なる単語もある。同じように聞こえない、同じ文字ではない、全く異なる単語だというのよ。ああ、じゃあもう男女で会話するときはお姉系の通訳が必要ってことですね。いらねえだろそして例として、彼らは衣類の場合、男性はヌキと言い、女性はアリガと言うのよ。木を表す言葉は男性はキッチで、女性はオクウェンと言うのね。しかし総じて発音がわからないため、何と言ってるかは了承願いたいのよ。これらは発音の微妙な違いではなく、全く異なる単語であるのだというのね。そしてオリバー・イバン首長がイギリス BBC 放送のインタビューに答えており、ウバンでは子供は生活のほとんどを母親や他の女性と過ごすため、子供たちは約10歳まで女性の言語を話す。しかし10歳までに男の子は男性の言語で話すことが期待される。子供から男性に成熟した時、その子は男の言語を話し始めると、イバン首長は解説するのよ。気は気だろ対象の男かそして男女それぞれの子供が特定の年齢までに性別に沿った言語に切り替えない場合は、彼らは異常とみなされるとイバン首長は述べてるのね。で、女性の言葉を話してる男の子っていうのはね、ケツが青いってことですね。そういうことケツが青くねえだろ。そしてこの言語の起源については様々な推論があり、ウバンのコミュニティの人々の 65% はキリスト教で、彼らは聖書を使ってこう説明するのよ。神はアダムとイブを創造し、彼らはウバンの人々だった。神の計画は各民族グループに2つの言語を与えることだが、ウバンのために2つの言語を作成した後、十分な言語がないことに気づいた。それで神は計画を取りやめた。だからこそウバンだけに2つの言語がある。私たちは世界の他の人々とは異なると語ってるのね。そして人類学者のアンディ博士は、人類学的理論としてウバンに存在する2つの言語は、日常的に男性と女性が別々の領域で活動し、めったに一緒にならない別々の世界に住むデュアルセックス文化の結果であるというものなのね。バイリンガルはいたってこと？クセモノだろしかしアンディ博士は自分のこの理論は弱いと唱えてるのよ。なぜならアフリカの地域では男性と女性で日常の過ごし方が違うのは至極当然であるのに、ウバンの村にだけこの言語の差異が出ているからなのよ。ウバンの人々は彼らの独特な言語を非常に誇りに思い、神からの祝福度を見なしているのね。そしてこれは伝統で文化なのよ。でも神っていうのはさ、もともと全世界共通だった言語をバラバラにしたっていう伝承があるから、これは関さん違うと。水さすなよしかしここ最近の子供たちは純粋なウバン語を話すことはほとんどないという、ね、我々でいうおじいちゃんおばあちゃん世代の使う古い方言と似た感じなのよ。そのためウバンの2つの言語は永遠に失われる危険に今さらされているのよ。ウバンの独特の言語は男性も女性も文章に書き留められないため、この言語が存続するかどうかは若者に頼る状態なのよ。第3作ろうか戦争起こるなそしてイバン首長はいつの日かウバンに言語センターを設立し、コミュニティの2つの言語の独自性を紹介したいと考えているとインタビューで明かしたのね。日本語にも男言葉、女言葉、話し手の性別によって語尾の違いがあるため、ウバンの性別で異なる言葉をそれほどキーには感じないのよ。もしかしてさ、文字ないないんですよ。あるあるのやつね部族ばかりそしてイバン首長は、言語が死ぬとウバンの人々はもう存在しなくなると述べているけども、戦争、征服ではなく、こういった形で文化が消えることもあるのよ。ウバババーン祝うなよWe'll be right back.